はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、クラロワね、動画撮っていこうかなと思いますという感じなんですが、まぁ、ちょっとね、でかい宝箱が開けるのに1日かかるってことで、全然宝箱のね、スペース作れてないんですが、まぁ、デイリーだけね、今回は消化していこうかなと思いますという感じですね。その前に、まぁ、ゴールドの袋は開けておいて、まぁ、やっていきましょう。いきます。さてさて、早速ペッカで突っ込んでいこうか。お、相手はマスケット重視レベル11か。これはなんか受けた方がいいのか。いや、しかしこっちに添えて突っ込みたいな。ちょっと無視してみよう。あー、そういう感じになるか。さあさあさあ、どうだ、ペッカが届くかどうかだ。届くかどうかだが、あー、ダメか。ペッカ届かず、こっちのが削られてるな。そうなるとちょっと、あー、でもに、お、互角かちょっとやられたかと思ったけど、案外互角かも。オッケー、じゃあ改めてこの形でツポッと。これはまあちょっとテッカさんで受け止めましょう。で、さらに、じゃあベビドラつけて、あー、これはやっぱり大砲です。寄せ大砲に吸い寄せられて、ペッカーちょっと退場しそうですね。はい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 、これどうしようか。ボンバー一旦無視か。一発だけ食らうなら。ちょっと、さあこれはね、まあ、頑張って左落としに行った方がいいか。おっと、あーっと、あー、突っ込むよね、でも。オッケー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 。で、これペッカで受け止めよう。さあ。はい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 。一旦ザップ当てる。ギリギリ出して、そうだね、ちょっと大砲が嫌だけど、まあでもこれで落とせ、あっ、あ、そっちターゲットになっちゃう。ちょっと待って待って、怖い怖い怖い。結果出す。ちょっと待ってちょっと待って、いや、行ったでしょ。 OK、 よし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 、なんとかギリギリ勝てましたね。オッケー、まずは一勝。そして何か手に入るんであれば、もらっておきますか。さあ、何が出る？ゴールドと、エメラルドと、お、ワイルドカード1枚。バーバリアンの小屋、コグライダー。なるほどね。ガーゴイルの群れも、お、レベル9にできるね。なるほど。まあ、次行きましょうか。さあ、お、相手はまあ様子見のコウモリって感じかな。ここはまあじゃあちょっとビリビリ添えていって、あ、ちょっと前に出ちゃったな。前に出ちゃったは微妙じゃないか。ベビドラも出してみよう。ダブルドラゴンでいく。お、なんか何もしてこないんだけど、どうなってる。なんか
謎の諦めが入ってるんだけど、まあ折らせてもらうか。じゃあペッカが届けばあっという間でしょう。オッケー。なんだコウモリ出してきたからやる気はあったと思うんだけど、突然諦めたね。ほいほいほい、オッケー。さあ、なんか受け取れるやつは受け取りましょう。お、シーズンチケット500ケット。さあ、じゃあ次行きますか。まあこれも勝てたら、とりあえずねデイリーは消化できるので、むむむ、まあとりあえずお化けを出しておいて、これもう後ろからペッカ出そうか。で一気に攻め込みましょう。さあ樽から、バーバリアン、そしてペッカに殴られる。お、なんか鳥が出たね。これはどうなる。あーっと、しまった、落とされてしまったか。ちょっとビリビリ2人つけましょう。あー、でもペッカがもう残り少ない。ダメか、いてててて。だな、これはもう一度後ろから立て直すって感じか。あー、ちょっと一旦じゃあ殴っとくか。ペッカも出すか、これちょっとペッカで倒しちゃいましょう。オッケー、なんか吸い寄せられた。よしよしよし、これはこれはでも、あー、どうだ、ペッカ届くかな。ペッカが届けばまだやれるでしょう。よし、オッケー、よし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 、これは突っ込もう。なんかまた諦めた気配がするぞ。はい、オッケー。はい、ということで、まあちょっとね今回は、サクッと3連勝で終われたのかなという感じですが、なぜかね、あの相手が連続で諦めてきたということで、まあたまにはねちょっとスムーズに終わっておきますか。デイリーだけ消化して、お、レアになった。あ、スーパーレア初めて。さあ何が来る。お、何これ、強化の指南書ノーマル。あ、指南書ってあれか。あ、ちょっと待って、こっち先見るか。ライトニングドラゴンマスターバッジレベル1、ゴールドがもらえる。で、ちょっと待って、指南書ってやつは、あ、ちょっと待って、こっちも見といて、指南書ってやつは、これか。ユニット呪文建物、カードのアップグレードに必要な枚数、瞬時に追加されますと、ノーマルだね。ノーマルの指南書か。あ、ザップに使うか。ザップに使うか。ザップに使うはありか。ちょっと待って、今のデッキでノーマル、そうだよね、ザップだよね。コウモリを今まで入れてたけど、コウモリはもうねレベル9なんだよね、まだ。いや、ノーマルで一番育ってんのザップだから、ここ上げちゃってもいいかもしれん。あ、でもボンバーはレベル10 1000枚。あー、どうだろうね、まあ、ザップ上げてもいい気がするな。これまだ98枚しかないもんね、3000枚必要で。ここに強化の指南書使うか。 OK、 使いましょう。ザップが、3000枚。 OK、 さあじゃあアップグレードしましょう。 OK、 レベル13。次5000枚？遠いなぁ。
まあまた指南書が手に入らないとって感じか。そうだね。まあ600枚あれか、ワイルド、まだあるのか、ノーマルのやつは。はい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 。なるほどなるほど。そういう感じね。まあ、13になって火力が、多少上がった。あ、タワーへのダメージも70ぐらいまでいったね。今回いくつだったんだろう。まあいいや。はい、ということで、まあ、今回はね、ちょっと宝箱いっぱいだったんで、デイリー消化だけで終わろうと思いますが、まあ、デイリーでね、スーパーレア引けたんで、良かったんじゃないかなと思います。ということでね、今回これで終わります。ありがとうございました。よいしょー、ほい。